犬鳴き村は2020年制作の日本のホラー映画。清水隆監督。日本最強の心霊スポットと言われている福岡県の旧犬鳴きトンネルと近年の都市伝説で人気となった犬鳴き村伝説の二つを織り交ぜたホラー映画。映画完成前の段階から世界中の映画会社からオファーが殺到していた。諸説はあるものの一般的な犬な村の都市伝説は 都会から離れた山奥に、狂人たちの集落が存在するというカルトをテーマとしたホラーだが、本作は、幽霊、悪霊の物語へと改変されている。また、作中歌われるわらべ歌の、ふたしちゃは、都市伝説とは異なる、清水隆の創作である。子供の頃からこの世ならざるものが見える、臨床心理師、森田かなで、彼女の周囲で、突如、 奇妙な出来事が起こり始める。ワンコがねえやにふたしちゃろう奇妙なわらべ歌を口ずさみ、不可解な死を遂げた女性。行方不明になった兄弟、次々と起こる変死。それらの共通点となるのは、心霊スポットの犬鳴きトンネルだった。私、村で見たんだよね犬。犬がにしむけばおは東だけど、犬が白ければそりゃ面白い突然死した女性が、 直前に残した言葉にはどんな意味なのか。すべての真相を突き止めるべくそうは犬鳴きトンネルに向かうが、その先には決して踏み込んではならない。身の毛もよだつ、驚きの真相が待ち受けていた。2020年1月22日、福岡県宮若市の旧宮若市立吉川小学校で、試写会が行われた。宮若市の幹部は、心霊スポットとして知られるようになることに、 不安もあるが、話題性は最高かな、とコメントした。2020年2月7日に、東京、有楽町の丸の内東映で行われた初日、舞台挨拶に出席した宮若市の有吉明、新市長は、心霊スポットが注目され、ちょっと複雑な気持ちと前置きしながらも、宮若市には、三市水明癒されるスポットもたくさんあるので、ぜひお越しくださいと、 ふるさと納税の特典についてもアピールした。映画ライターの高橋よしきは、本作はむしろ、ダークファンタジーと書き、ちょっと詰め込みすぎだが、価値の反転がもたらすカタルシスをもたらす映画と、批評している。冒頭8分間の本編に怖くない加工を施した、映像を2020年1月31日から2月6日の1週間、限定で SNS で公開したところ、大きな話題となり、 ホラーが苦手な人たちのために本編に流れる様々な恐怖シーンに可愛い犬が出てきたり効果音をつけたりと恐怖を緩和させる加工を施した犬な木村恐怖回避バージョン劇場版が2020年5月22日から公開された。ありがとうございます。